今回はヨーヨーを織ります。用意するもの、4分の1の大きさの折り紙1枚、ゴム紐を作るために黄色い折り紙、ハサミ、接着剤、ヨーヨーの柄をつけるためにカラーペンなどを用意してください。はじめに三角に折ります。広げて反対側も三角に折ります。また広げ四角に折ります。広げて反対側も四角に折ります。折り線のついたように座布団折り、四隅を1センチぐらい折ります。両方の角を広げ、一方だけこの辺から2ミリぐらい残して折り上げます。表を見てハサミで中心よりも両端2-3ミリを残してハサミを入れます。裏にし、尖った部分を1センチぐらい折り返します。切り込みを入れたところを中に折ります。反対側も内側に折ります。この角とこの角を折りを戻します。あとは角角を丸くなるように取ります。模様はお好きなように柄をつけてみてください。
黄色い折り紙を適当に折り、輪っかの方を1ミリぐらい切ってってください。細いゴム紐のようなものにするためにこちらを少しねじってあげて、輪を作り、ここをちょっとボンドで留めておきます。ヨーヨーの口にゴム紐のように黄色で塗り、後ろから紐をつけて、ヨーヨーの出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。